はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございま す。ということで今回なんですけども、はい、まあ自己紹介前にやりましたけども、うん、なんでこんな我々一生懸命やってんねんっていう、まあちょっとそういう話を軽くしょうもなくしていこうかなと。軽くしょうもなく話していこうかなと。話していこうかなと、よう分からんけど、しょうもなく話すってしょうもなく話すっていう、はい、まあ言うて、あのね、意外とこれ僕らね、周りのミュージシャンバンドマンの中では比較的頑張ってる方なんですよね、うん、これでもね。そうですね。まあでもランさんもこう仕事しながらやし、はい、まあ、僕ももちろん自分の仕事を持ちながらやってるんですけども、はいはい、にしてもまあまあ頑張って、はい、継続してる方やなとは思うんですけど、はい、あのプライベートな時間を半分削る、いやもうなんかあの半分言うときます、半分削ってやってるんですけれどもあ、前全部入れて今半分になったから、ひょっとしてあのこの半分は何かあんのかなってみんな思って。いや、で、あの、なんていうんですかね、あの一人の時間欲しいなっていうので、最近はあの丸々一日何もせえへんでっていうのを月に1回は最低作ろうっていうのでやってます、うん、まあな、犬の散歩したりとか、はい、犬の散歩したりとか、そういうちょっと平和な時間も、平和な時間ですよ。散歩するのに2時間歩き回るとかね、うんうん、はい、まあでも比較的うちら頑張ってる方なんですけどね、はい、なんでこんな頑張んねん、その動力源はどこやねんっていう話なんですけど、うんうん、これはね、まあ、僕から言いますけど、僕はもう単純に若い時これやりたかった。あー、そもそもね、でもできへんやろなと思ってて、はい、もう30ぐらいになった時に、うん、もう若い時なんかこういう音楽で何かやりたかったなと思ってたことで、うん、もうこの年齢でやっちゃいかんよね的に思っちゃってたんですよ。あ、逆にね、うん、はいはい、だから、まあ、全く音楽しないとかじゃないんですけど、うん、まあ、そのセッションとかそういうところでは、はいはい、まあ、ちょこちょこ遊びではやってたんですけども、うん、たまにねやってたんですけども、ただまあそのランさんと、まあひょんなことから8年前に、ええ、ひょんなことからです、まあグループとして、ええ、まあ、ちょこっとそれも遊びなんですけども、はいはい、やるようになって、うん、なんかよくわからんけども、あ、なんかもう一回ひょっとしたらなんかおもろいことできんのかなと思い出したんですよねなんか知らんけどやつね、うん、それはね、なんでそう思ったかっていうと、この人ほんま犬みたいについてくるんですよ。犬みたいなんで言いますもんね、金魚の糞というか、ね、言い方もっと悪くなってる。犬でいいです。動物にしてください、せめて。結構あれやるやこれやるやって俺結構アグレッシブなんですよね。そのやりたいことすぐこうやりたい人なんで、はい、いや、いけるんやったらじゃあやるってすぐどんどん持ってきちゃう人なんですよ、はいはい、餌をいっぱい与えちゃうんで、はい、だから結構この人全部こうこなしてくれるんで、あ、ひょっとしたらこれなんか面白いことできるかもねって思い出してから、ずる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 と、うん、まあ、それがあったからっていうのはあるかなっていう、ね、気付いたら8年もやってましたよ、ね、気付いたらほんま8年ですっていや、ほんま気付いたらですよ、気付いたら気付いたらほんま8年ね怖いわ、怖いっすわ、私も知らん間にも35になってもたよ、そうそうそう最初あったのがランさんが25ぐらいの時なん で、まあ、最初の顔見てからやともう10年ぐらい経つんで、もうそんな年月が経ってしまったんですけど、ね、そうです、私の年の時にコウさんに、うん、コウさんが私の年の時に私が出会ったということなんでね、うん、そう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 、だから怖いわ、このね、ルームさんっていうバンドをやる前はなんか仕事で成功しようかなと思ってた人なんですよ。ああ、ほう、あ、そうなんですね、うん、仕事でもうちょっとおもろいことやりたいなと思ってたんですよね。あ、うん、なるほど。でもね、仕事ね、飽きるんすよね仕事ってだって仕事やんか、その本来自分がしたいっていうかお金儲けるためにしゃーなしにやることが仕事やんか。そうですよね、ええ、だからやっぱりちょっとなんか違うよなっていうのはずっと思いながら、で飽きちゃうんすよね飽きるいや、飽きんとこう飽きないで続けてんのは本当このバンド活動だけですから、うん、息することとバンド活動ぐらいですよ、飽きずにやってんのって。本当に息することと同等ですかいや、でもそれぐらいでやってますからね。まあでもそうですよね、だからね、若い時すっごいやりたかったんですよ、こういうことが、うん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 、本当10代の時とか、はいはいはい、本当は
だから今が10代やったら面白かったんかなとも思うんだけど、でもその10代の脳みそでここまではできへんのかなとも思ったりとか、なかなかちょっと複雑なんですけど、ねそこはね、でもその若い時にこういろいろ音楽で遊びたかったなっていうのが、あ楽しいことしたかったなっていうのが、まあこの大人になってランさんを得たことによって、何やろこれチャンスかなと思ったんですよ。でまあそこそこついてくるんで、そこそこついてくるんでまあええかなと思って、このままずるずるドライカー引きずってやろうという形で、引きずってきたんですけどね。そうですね、だから私も引きずられ続けてもうね知らん間に35人になりまして、おばはんになりましたな、おばちゃんになりました。あ結構おばはんだったな。まあそういう感じでね、自分でも信じられへんわ10年経って35になって ねで、これがまた言うて気づいたら40とかなってる時が来るんでしょう ねランさんが40で俺50だったら、どないすんねんちみたいな感じで、どないすんねん言うて、もうええ年や言うてね2人でね、まあ、そういう風になってきたら面白いっちゃ面白いんですけども、まあ、いつまでやるのかはね、もうこれそんなここまでやるぞっていう鉢巻き巻いてやるぞっていうことはあんま考えてないんで、まあなんかあの何ですかね、時の流れるに身を任せてまあまあやっていくだけですよね。ダラダラと、ダラダラとやったらええんちゃうかなと僕は思ってるんですけど、でも若い時にずっとそれやりたかったんですよ。僕はいろんなところで旅したり、僕外出るの好きやから、いろんなところ旅行行ったりとかしながら音楽できたら最高やなと思ってたんですけど、でそれがなんかまあこうひょうなきっかけでいろいろできるようになって、まあ僕その営業が得意なんで、そうですね営業マン、ね、これが面白いことにね、このルームさんっていうこのバンドをやるのに今までのやってきた仕事とか技術とかが全部生きてるっていうのが、もう全て注ぎ込んでいただいておりますので、これやるために今までいろんな仕事をしてきたんかなって思えるぐらいのちょっと待って、それも運命いうやつですか運命かもしれないしね。でも営業やってなかったらこんないろんなこともできないですし、できないです、できないです、こんなねマネジメントとかね、マネジメントもできないですし、ね、そのいろんな施設のライブとかこう、旅行行きながらライブしたかったんで、だから旅館でやったりとか温泉でやったりとか要するじゃないですか、それが一つでそういうことやりたかったんで、それも営業能力があるからできるわけで、まあそうですよね。でなんかこういうその撮影とか編集とかも、まあ、僕パソコンは比較的得意なんで、結構得意な方やと思うんで、で、まあ、それも良かったなと。なそうですよね、こういったあのなんパソコンっていうか IT 関係ですよね。そう強かったんで、 IT 強くなかったらこの YouTube も多分うまいこといかへんのですよ、なかなかこのねアルゴリズムとかをちゃんと分析できる能力がないと、あ気球や、おちょっと気球がね今あって、えちょっと待って初めて生で見たんですけど私、あ生で見た、はい、スーパードライの気球が、今の時代まだ気球飛ばしてるとこあるんですね。ねこれね外やといろんな事件が起こるんですけど今、はい、これはちょっと見せとかなあかんと思って、はい、気球が飛んでると思って、俺も懐かしいな思いながら、へえ あれ見て広告なるんすかね、あでもあ見た瞬間気球やってなりますもんね、スーパードライ飲みたくなるんかな、乗りたいな気球乗る方ですか、乗る方です私乗りたいっすわ、はい、ということで気球タイム終わりで、はい、はい、すいませんまあそんな感じで、ね、ずっとやってるんですけど、まあでもね、ずっと言ってましたもんね、若い時にやりたかったことを今やってるよね、そうこうさんね、でまあランさんがなんか綺麗にそこに付き合ってくれてる、金魚の糞みたいにね、そうしかも結構ディープに付き合ってくれてるよねそらちょっとディープすぎるよな、だってこれな泊まりのあのやること多いっすもんね、なんか半分ぐらい泊まりちゃうかぐらいの勢いなんですけど、俺でも俺その旅行好きでもあんねやんか、どっか行って、ね、なんか楽しいことするの好きやから、それもしたいねんけど、なんかね本当は本来それ昔友達とやりたかったんですよ、ああ友達とね、なんか彼女とかと行くの、まあ、まあそれはそれでええけど、そういう人と行くのとなんか友達仲間とみんなでワイワイ行くのって違うじゃないですか、まあ仕様が違いますもんね、どっちがはっちゃけれるかって言ったら、ね、実は友達仲間の方がはっちゃけれるんですよこれって、不思議にね、まあ、そりゃそうですよね、夜景見て、うん、めっちゃ綺麗やなこれとか友達だったら言えるんですけど、そうそうそう、そんな彼女、うん、めっちゃ綺麗やちょ見てみーやとかそんな言えないでしょだからなんかこうでバンドというバンド活動っていう大義名分を持ってやることに意義があるかなと思って、だから私もそれなかったらコウさんとお泊まりの旅行なんてなんで行くみたいな話でしょ普通に考えてくださいよえみたいな、なあ
付き合ってんのってなるじゃん、それこそ。いやでも友達とか絶対付き合ってる思われてるやろ。絶対そうですよ。おかしい、おかしい、母がもう途中からも行ったあかんとか絶対言いますもん。大丈夫っすよ、ここ匂い嗅がれても大丈夫っすよ。だそんな人おるらしいな。自分の彼氏とか、まあ、旦那さんのパンツの匂い嗅いで浮気してるとか言って、いやもう怖いわ、違う女のやとか言う人おるらしい。そんなつくんですか、そこに。つくらしいで、わかるらしいで。いいのかよそれ。わ、うん、かるらしい。犬並みやん。そう犬なりくんくん、それこうやって匂ってる姿もすごいなと思う。ね、私絶対やりたくないわそんな。何しにかかなあかんのよ。いやでもそんな人もおるらしいですよ。まあでもね、ここ本当にね、ランさんがこんだけ、いやでもこんだけやってくれると思わへんかったよ逆に。いや私もこんだけやると思わんかったですよ。あれね、途中でどこか行くやろうなと思って、当時まだそのバンドをやり始めた時はいろんな人と、まあ時々そのライブバーとかでもやってたやんか。はい、やってましたね。うん、まあ、でもこんなにこうがっつりだからなるとは思ってなくて、うん、もう完全に今、ね、まあ僕もそうなんですけど、はい、もうオンリーザルームさんだって、はい、ね、がっつりもう全国行きまくってるという、まあ、コンサートとかでも、ね、そうですよね、東京行ったりとかね。これが今度自分たちのライブでこう行けるようになったらいいんですけどもね、まあ、それが一番ですよね、うん、活動して、ね、だからね、僕その30ぐらいの時にまあ音楽ってもうできないよねって思って諦めてたつもりやったんですけども、やっぱり未練残っとったんやなと思いました。こういう人って多分ね、視聴者さんもまあ楽器弾く人いると思うんで、いけるかなと思うんですよ、未練がまだやりたいっていう。コメントでちらほらそういうこと書いてくださってる方いらっしゃるじゃないですか。でやっぱりこう我々がこの年齢になってまた音楽やってます、うん、こんなチャンネルやってます、うん、そっから勇気もらってますっていう方、うん、少なからずいらっしゃるんで、うん、だって40、ね、もう今年僕6になるんですけど、うん、もうちょっとしたら、うんうん、こんなことやってる思ってないもんね。こんな年齢で自分が一番思ってなかったでしょ。そう、 YouTube 出て喋ってねおなごと泊まりに行っておなごとね一応おなごやからな、一応おなごなんでね。友達っていうかそういう仲間とはいえ、おなごと泊まりに行ってコンサート見ててこんなこと46歳でやってる思わへんやん。もう非常に稀なことを経験していらっしゃいますよ。稀なことを経験してるんやろ。私もそうですけど、うん、それはね、どこぞのおっさんと泊まりに行ってね、これでもこういうなんか生活スタイルちょっと編み出してるかもしれへんで。自分でこういうのありですよっていう、なんかこうむしろね、うん、一つのモデルとしてっていう、うん、まあね、その結婚してるとかね、その彼氏彼女おるっていうとちょっと難しいですけど、具合が、ね、こういうのは、もうこれはもう疑われるしかないんで、こういうのは相手がいてるとね、もう揉めるしかないんで、はいはい、ないですないです、はい、まあでもフリーな人やったらこういうのもありやでっていう、ね、こういう楽しみ方というか、だからね、俺今そのルームさんっていう活動終わったら何もいらんのですよ別に。あと別に そこまで行っちゃう、うん、全部できるじゃないですか。飯食いに行く、まあまあまあ、で好きな音楽できる、はい、旅行も行ける、はい、あれ何も別に他にいるってなるやん。まあやりたいこと全部できてる。俺買い物とか自分一人でしたい人なんで、はい、いらんし。それは私も買い物一人で、はい、したいです。俺、はい、ランさんの買い物とか腰椎でいいかも、はい、絶対一人でテク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 行くやろ、はい、勝手に行きますね。だからそういうのがあるから今まあ、何もいらんかっつったらそうじゃないかもしれないけど、でももうほぼほぼここでもう人生賄ってる感じがするんで、まあ、それがあるからこそね、こんな2年間も毎日更新で YouTube つ、ね、突っ走ってっていうのができるじゃないですか、うん、だからなんでこんだけ全力かって言ったら、もうやっぱりまあよくよく考えると未練がすごいあったんやと思った、うんうんうん、もうそれ諦めたつもりやってんけど、そういうのってむちゃくちゃ未練あったんやなと思って、はいはいはい、でそれがまたまたまそのランさんに出会ってバンド活動して、うんうんうん、でこの YouTube を始めたことによってさらに大爆発を起こして、ウィーって、そう大爆発して、でなんか思いっきりやるようになっちゃったんかなと思いますね。でもその思いっきりなかったらここまでいかへんかったよな。いや、いかんですって、息切らんとここまでできないですコウさん。この大爆発がなかったら、はい、多分無理やったなと思って、息切らんとあかんです。これはもうすごくタイミングとかね、いろんなものに感謝せなあかんと思って思ってます ね、はい、それがねありがたいですね、うん、だから視聴者さんにそのこんだけのさ1万4千人の、うんうん、まあ、いった視聴者さんがいるわけでしょ、うん、そういう人にもう出会えたわけですから。そうですよ、まず出ようことのなかったね、1万4000人の方々、
本当にね、まさかその1万4000人の感情を受け止めると思ってなかったもんね。私も思ってなかったです。そこそこコメントは多いじゃないですか。はい、でそれを、まあ、僕ら2人でこう受けないといけないっていう、はい、そうですね、はい、これって結構ね、あのそこそこ力量もいると思うんですね、僕らはその徐々に来たから徐々に慣れていった感じですね、うんうん、いきなりこんなになったらそんだけの気持ちが受け止めれないでしょ。だから徐々に徐々に行ったからこう徐々に慣れてきて、はいはいはい、ね、まあ、そうですよね。あ、1ヶ月に1キロダイエットするようなもんですよ。えちょっとずつこう、ね、慣れていくっていう体が、はい、で気ぃついたらおすごいことになってたみたいな、ね、そういう感じでやってるからよかったんかなと思いますね、まあ、これが変に爆発するとちょっとしんどいんやと思いますね、うんうん、頭おかしになりますね。そうなるとね、ヒャー言うてね。だから徐々に慣れていくのがその器に、うん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 、器を広げるというか、うんうんうん、徐々に広げていくのが僕はいいから、そうそう、地味に徐々にいくのがいいかなと思ってでも僕は本当に未練がここで晴らせて嬉しいかなっていうのはまあこの年になってその未練が晴らせるだなんてって感じですよね、うん、ランさんは逆になんでこんなついてくんの。私もね、なんか喋ってるの聞きながらどう何やったやろな私の原動力ってずっと思ったんです、うん、でもまあ最初はいやいじめられたからとかっていう風に思ってたんですけど、いや根本は違うなと。私も正直コウさんと同じく未練があったからだと思うんです。っていうのもこれ音楽に未練があるうんぬんじゃないんですよ私の場合って、うん、結構人前で何かするっていうのがちっちゃい時からすごい好きだったんですよね、はい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 、で目立つことをしたいと、はいはいはい、で母親がそれはしてはならんっていうので、うん、ずっと上から押さえつけられとったわけなんですよ、うんうんうん、私本当にちっちゃい時にダンスと歌を、はい、習いたかったんですよね。でもうそれをやりたいっていうふうに言ったら、うん、もうねピシャって一言言われたんが、そんな見せもんみたいなことせんでええわ言われて、うんうんうん、見せもんみたいなで結局この親の元では私は自分のやりたいことができないまま死んでいくんだなって子供心ながらに思ってて、はい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 、でやっぱりその勉強ばっかりせえって言われとったんで勉強ばっかりやって、うん、結局私勉強向いてなさすぎて心病でうつ病発症したっていうのがあったんですけど、まあそれをなんか抱えながらもとりあえずまあ社会人になって生活安定させなきゃいけないよねと思って仕事してたんですよ、うん、なんか音楽やるだなんて持ってんのほかみたいな、はいはいはい、なんかカラオケで歌ったらまあとりあえず満足しとこうかなみたいな感じであったんですけど、うん、まあなんかのきっかけでまあそのコウさんと知り合ったバーに行って、うん、生演奏のところで歌ったってなった瞬間に、うん、うわ人前でやるってめっちゃおもろいやんってなって、あ、まあ、それがなんかちょっとなんか思い出したんですよね、はいはいはい、人前でやることの快感を、はいはいはい、ほんでなんかこうちょっとそういったちっちゃい規模でやるのに最初は満足してたんですけど、うんうん、どんどん満足できなくなってきたわけですよ、うん、で満足できないなと思った矢先にいじめられてヒーたくなって、はいはいはい、でそこにコウさんが手を差し伸べてくれて、まあ、結構面白いことやってくれるしどんどんどん規模がでかくなっていくわけなんですよやることが、いやいや自分のやりたいことやんこれとか思ってだからついていってるんですよ、うん、人前でさらされるのが好きなんで、さら、うん、されるレベルをどんどん上げてくれる人ってなかなかいないなと思ったんで、歯食いしばってでもついていこう思って今ここにいてるわけなんですよ歯食いしばってえいやいろいろしんどい時もあったじゃないですか、うん、まあね、ね、戦闘ライブでお客ゼロで、うん、一人ではしゃがなあかんっていうのでしんどくてもね後になれば笑い話になるんですよ。そうなんですよでふわーって私が元気に歌ってるのを尻目にコウさんが心の中でこの人すごいわ、お客ゼロやのようやっとわみたいなねこの あっちのあっちからの目で見てたからなもうなんかえみたいな感じで、まあそういうのはね、いろんなこう、まあ、楽しいだけではなかったんで、でもそれも含めてやっぱり全部糧になってここにね、うん、今で出てるんで、そうそう、今特にね、そうなんですよ、うん、だから一番今楽しくて、あ、私が人生でやりたかったことってこれなんだなっていうふうに思って今 YouTube やってるんで、うん、だからそこはすごく感謝してますよね。だからね、この2人ね、未練たらたらやったいうことですよそうなんですよ、うん、やりたいことができひんまま大人になって、うん、今になってバーンって爆発してるっていう感じなんですけど、うん、それがまたYouTube をやったことによってちょっと一気に広がったじゃないですか、規模的に、ええ、今まではそのライブで営業行って、うんうんうん、そこにいるたまたまいてるお客さんの前でやるとかがほぼほぼやったんですけど、はい、今ってこう固定でちゃんと見ていただける、ルームメイトと呼ばれる、うん、ちょっとコアな視聴者さんもいたりとか、はい、そういうところの前でこう自分たちの、ね、
ちゃんと自分たちの、まあ言ったらお客さんじゃないですけど、うん、そういう方たちがちゃんといてるところでできるっていうね、まあ YouTube でありますけども、ね、こういう風になったっていうのはね、いや僕もそこを目指したがりなんで、はい、未練たらたらだったんで、はいはい、あ面白くなってきたなと思ってて、いやそうですよ、本当にね、私がなんかあの本当物心ついた時からずっとやりたかったことやったんで、うん、人の前で拍手喝采を浴びて目立つっていうのがね、うん、言い方悪すぎるんですけど、いつものようにちゃ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 本当にね、なんかさらされるの好きなんですよ、うん、人前に出て何か言うとか、うん、何か発表するとかっていうのは、まあ、だから好きじゃなかったらこういう喋りもできへんやろうなと思うわ、できんですわほんまに、うん、だそこなんかな、なんかその僕らの音楽やってる周りでもあんまりこういう風に人前に出てこうやるのが得意な人があんまいないんですよ、うんうん、あんまいないですね、はい、やっぱその根本的なところやろな、うん、根本的にそういう人前に出てこうやるのが好きかどうかっていうところがそうですね、それが好きでやってんのか、こういうことやってる女性なのよっていう見栄でやってんのかっていう違いやと思うんですよね、はい、うん、いや見栄持ってたら私こんなキャラ出さんでしょっていう話じゃないですか、うんうん、だから本来好きなことをやるのはやっぱ一番いいんやなと思いますね、うん、僕だから僕の性能が今一番発揮できてる時なんで、うんね、生涯で一番今自分の持ってるもん出してるっていう、はいはい、時期ですから、ええ、まあこれがね、まあ、どうなっていくかっていうのはでも今現時点で結構楽しいんで、まあ、まあそうですね、楽しみながら伸ばしていくってこれ最高やなと、まあ、今後どうなっていくかっていうところが本当にすごい楽しみです、うん、私はだからね、楽しみでしかないです、はい、まあまあその視聴者の皆さんもねいろいろその生活とか、まあ、家庭があったりとか、うん、あると思うんですけども、ちょっとまあ落ち着いたとか時間ができたってなったらちょっと昔思い起こしてなんかをこう引っ張り出して、ね、うん、チャレンジするっていうのもこの時代面白いんちゃうかなと思うんですけど ね意外と年齢重ねた時の方がなんかできたりすんねん、できますよね、そうそう、賢なっとんねん、そう賢くなってて持ち玉いっぱい持ってるんで、そう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 、昔あんだけ組み立てるの難しかったプラモデルが今すぐできるとかあるやん、ありますね、いやほんまそれやと思うんですよ、うん、そういう現象やと思うんですけど、だから年齢ってあんま考えんでもいいのかなと思うんですよね、もう今の時代そうだと思うんですよ、ね、はい、で SNS もあるし、ね、うん、自分の趣味思考が同じ人って比較的集めやすい時代やと思うんです、昔と違ってね、はいはい、昔でも目の見えるところしかこうなかったんですけど、うん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 、今見えないところでもそういう人がいてたりするんで、うんうん、そういう人とこう何かをやるとか、ね、うん、そういう時代なんで、なんかねもしなんか未練が残ってるっていう人はね、何、うん、かにチャレンジしてもいいかなとか思いますね。いや本当それは私も思います、うん、はい、うん、振られた人にもう一回告白してみるとかでもいいしそっちにかじ切ります、何十年か経ってもう一回みたいな、ね、意外にいけるかもしれないですね、いけるかも、何十年か経ったらちょっと、何十年経ったらいけたりするっていう、ねね、意外とええ感じになってるんで、そういうのも楽しいな、ねね、そんなコメント待ってます実践していただける方がいらっしゃれば、うん、はい、っていう感じでね、ちょっと今回軽い話になりましたが、はい、まあ何やかんやって我々この2人も、うん、今なんでこんな頑張ってるかというと、はい、音楽に未練があるからですねということで、はいはい、話してみました、はいはい、ということでこれぐらいにして終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。I'm not afraid to die.